牛丼、淡路島牛丼淡路島牛丼淡路島牛丼は、兵庫県の淡路島でご当地グルメとして創作された牛丼である。2008年に淡路島観光連盟が中心となって企画された。当初は牛丼でなく、カレーライスも検討されたが、特産品の玉ねぎがに溶けて、存在感が薄れるため、牛丼が採用となった。同年10月1日に、 淡路島内の飲食店が淡路島牛丼プロジェクトを結成し、淡路の名産、淡路牛、淡路玉ねぎ、淡路米を用いた牛丼を淡路島牛丼として発信を始めた。島内46店舗で始まり、参加店の一部入れ替えがあった2009年7月以降は52店舗で販売されている。淡路島産の牛肉、玉ねぎ、米を使うことがルールで、 店ごとに様々な工夫がされており、価格も差がある。牛丼としては、高級な約4000円の商品を提供する店もある。広報用として食べ歩きマップが配布された。同年からは、牛、スタと呼ばれるスタンプラリーも開催され、2011年に初の全店制発射が出た。淡路島観光連盟の発表では、発売から1年で48万食。 約6億9000万円を売り上げた。兵庫県立淡路景観園芸学校の学生の試算によると、島内への波及効果も含めると、約11億600万円の経済効果を収めたと推定している。観光連盟では、成功の要因は、各店の自由な工夫を認めて消費者による選択の幅を広げ、食べ歩きの楽しみを生んだことではないかと推測している。 2010年に後発の淡路島ヌードルとの相乗効果も関係者には期待されている。ありがとうございます。